たが言うことを聞いてくれないから。だからあなたを沈めて、私がアドミラリティコードの代弁者となる。一人でもダメ。お願い。私は元日本国海上自衛隊二等海佐千早正蔵、霧の艦隊の提督である。挑戦艦、これが全ての人々よ、手遅れになる前に聞いてもらいたい。
我々霧の艦隊はこの惑星の癌細胞たる人類を構成し、全ての存在と均衡を保てるよう導くための浄化機構である。人類はその未熟さのあまり調和を著しく毀損し、顧みることがない。我々霧の艦隊は海洋封鎖をもって人類への警告を発したが、諸君は混乱するのみで死の改善を試みる兆しもない。よって我々は人類諸君の自由を制限せざるを得ないと断じたのだ。諸君は無比なる安寧秩序を誇る霧の艦隊の統制を受け入れ、死の在り方を行使すべきである。すなわち完全降伏せよ。人類諸君は武装解除後、国家を解体し、今後は霧の管理の下の生存のみを許可する。これはアドミラリティコードによる種の保存のための最も正しい選択である。検討の猶予は現時刻より1週間です。どうぞ良い返答を。心配するな。目的が変わったわけじゃない。計画通り連中のところにたどり着くだけだ。そうすれば父さんが裏切った霧についた理由もわかる。やっとだ。大丈夫だ群像。私はあなたの船、あなたがたどり着きたいところへ行くのが私の私の使命、願い、幸せ。ありがとう、ヨナ。うん、わからないけど、どういたしまして。艦長、待っていました、命令を。目的地は変わらない。俺たちは霧の早期艦ヤマトに接触する。了解。はい、だがその前にイオナを直さないとな。どうしたらいい。そうだな、ナノマテリアルの補給方法ね。誰にも話したくなかったんだけど。船を直す方法があるの。沖ノ鳥島、そこにナノマテリアルを隠していたんですね。これで正真正銘の打ち止めだけどね。分かってる？もう切り札はないわよ。ああ、ありがとう。まったく大した自信だわ。くっ、私も船さえあれば。ガカオ、君には別に頼みたいことがある。足柄、ノック。あ、ごめんごめん、コンコン。生徒会長、揃いました。ええ、それでは第64回霧の生徒会総会を始めます。へえ、会長武蔵に渡されたミラーリングシステム使っちゃったんだ。やるな、401、ぶっ飛ばしてやる。例の思考汚染については大丈夫でしたか。今後あれでおかしくなっちゃったんだよね。こわ、行方不明なんだっけ。そう。会長はしばらく整備補給のために休んだ方が良いのでは。
支援艦でも呼びますか？明石とか。大戦艦級の演算能力を潜水艦が上回ることはありません。問題ありません。了解した。コンウォーもそう言ってたと思うんだよね。彼女は元よりエラーがあったのです。私は違う。当たり前じゃん。ヒエが間違ったことなんてないもんね。足柄は間違いだらけですよね。戦闘経験値のためよ。経験したい。会長、今後の作戦だが。ええ、変更はありません。我々霧の生徒会は人類降伏までの猶予の間、遊撃隊として401の行動を阻みます。降伏勧告ですか。アドミラリティコードも思い切った命令を出しましたね。これからは私たちがそいつらの面倒を見るってことでしょ。うげー。武蔵はどう考えているのか。命令に従うだけ。それが私たち霧です。そうか。ああ、でもそしたらもう戦争状態は終わり？つまんなくない？本当に降伏すればね。あ、人間って面倒くさいんでしょ。指揮系統がバラバラで最善手が分かっててもそうしないんでしょ。バカでしょ。ああ、むしろ戦争状態はこれからだ。異論はありませんね。ないない。もともと意思なんてなかったわけだしね。そもそもこんな会議意味ある？ディベートです。協議をすることでより高い精度の会を求めているのです。バカに合わせてるんだね。言い方が悪いですよ。霧の風紀は地球の風紀。霧の風紀は地球の風紀。解散。これいる？いるいる。武蔵、上官の許可をいただけますか？まだ金剛のことで悩んでいるのですね。なぜ分かるのですか？分かりますよ。どうして金剛はあのようなことになってしまったんでしょうか？優しい子、あなたが悩まなくてもいいのよ。彼女は壊れてしまっただけ。金剛はどの船よりもアドミラリティコードに忠実であろうとしていました。アドミラリティコードとは何なのでしょう。我々大戦艦級でも直に命令が下ることはない。あなた方、朝鮮艦級の2隻にしか。ヒエイ、401との接触でエラーが生じているのね。私では処理しきれない概念に触れました。人類の言う幸せとは一体何でしょうか？可能性のない未来への非生産的な逃避です。逃避？人類の思考は功を求めるあまり未熟だということです。もともと我々に個という概念はありません。我々は霧の艦隊。何もかもが決められ定まっている。たとえあなたが沈められても霧は霧のままなの。永遠に変化などない。それでいい。私たちはすでに幸せなの。
どうだより、ん、なんとかポイントまで持ちこたえてくれ。状況は悪いけど、まあ任せときなって。今までももっと厳しい状況だってあったわけじゃない。よくぞ今日まで生き延びたよ、千早群像館長と愉快な仲間たち。感謝してる。やめてよ神器臭い。より、直せなくてごめん。こら、イオナのせいじゃないでしょ。互いをカバーし合うからチームなんだよ。チーム、いいから今を休んでなって。エンジンは必ず持たせるからさ。うん、ありがとう。おう、群像も無理するなよ館長。あんた一人で戦ってるわけじゃないんだから。ああ、よし、じゃあ各自持ち場に戻れ。エコーが乱れるじゃない。この程度のノイズであんたの耳は聞こえなくなったりしないでしょ。頼むよナジ、絶対に妙高たちより先に401を見つけてやるんだから。はいはい。状況は？巨大な物体が海中を高速で接近中。霧の潜水艦でしょうか。違う、この反応は従順洋艦。従順洋艦も潜るようになっちまったか。ごめんなさい、急いで向かってます。ヨナ、何と言ってる？私は霧の生徒会初期、従順足柄だ。はあ、あんた、あれ、あれは、あれよ！うわあ！あんた、あれ！あんたを倒すのは私よ、食らいなさいって言ってる。今のは通訳しなくてもなんとなくわかる。遅れました。こちらは超重力砲使用不能、侵食魚雷の残弾ゼロ。万事休すだな。くそ、せっかく船を修理できる目処が立った矢先に。ああ、そう、周辺海域の地形データをモニターに出します。今正面切って戦うのは得策じゃない。この地形を利用して奴を撒くぞ。了解。足柄フィールド。
けるんだから。センサーユニットとソナーシステムを同期して海中探知精度を上げます。音響魚雷炸裂ゾーン、艦2。こちらの位置を探りに行きましたね。挙兵、アクティブデコイ発射。キャニスターも全部ばらまいておけ。了解。その程度の目くらましで。方位186、距離9800、深度512。わかった。今のは無茶しなければ仕留められていた。何なんだ今の攻撃は。槍、いや森みたいなもんか。だーもうめちゃくちゃだ。次にあれの直撃を受ければクラインフィールドも持たない。もうちょろちょろ逃げるな401。艦長、先ほどの音響魚雷の発射位置は足柄よりかなり情報からでした。洋上にもう一隻いるということか。おそらく中旬那智、例の霧の生徒会の一隻だな。うん。ですがなぜわざわざこの渓谷の中まで追ってきたのでしょう。だよな、こっちの位置分かってんなら外から超重力砲でも撃ってくりゃいいだろうに。あの森上の武器はかなりの演算リソースとエネルギーを消費するはず。通常の従順洋艦では無理、代償が必要。その代償が超重力砲だと。うん、多分ナチもそう。そっちは超重力砲を代償に何を得た。ナチ早く見つけて。慌てないの、私の目と耳からは誰も逃れられない。あ、見つけた。どうしました艦長。いや確かこの海域は、そう、周辺の海底をスキャンしろ。海底？海中じゃなくてか。ああ、海底だ。了解です。より、フルバーストスタンバイ。この状態で？右舷より重力値反応。
余だ。振り切る。日本近海に点在しているメタンハイドレートの鉱床、確かに海洋技術学院で習いましたが、よくああいう使い方を思いつきましたね。ナチだけでも無力化できればと思っていたんだがな、足柄の方まで巻き込まれてくれたのは幸運だった。やれやれ、相変わらずの博打打ちだぜ、うちの艦長はよ。だから無茶できないって言ったのに。片方は完全におじゃん、もう片方だって虫の息だよ。どうせ修理に行くところだったんだ、結果オーライってことにしてくれ。うん、オーライ。とふふ。微速前進、沖ノ鳥島に向かうぞ。だったじゃない、あんな戦い方があるなんて。これが千早群像と401です。だらしない、ナチも足柄も。私の足なら絶対逃がさなかったのに。侮ってはなりません。彼らの戦術は変幻自在、格上だと思って当たりなさい。肝に銘じよう。なんで私がお使いなんか。はあ、私が日本政府の人間と会うですって。ああ、君にしか頼めないことだ。私にしかできない任務だって言うなら仕方ないけどね。さて、せっかくここまで来たのだから。興奮して飛び出るところだったわ。父親は千早正蔵二等海佐、母親沙織はこの時はまだ存命。ややこしいのね。見た、覚えた。これらの情報は私が責任を持ってアーカイブします。ん、真の目的は果たしたわ。あとは雑務ね。私は群像の船。それは上に持って行ってもらえますか。お前さっき言ったばっかじゃん、なんで先に言ってくんないの。ああ恭平、ああこれ全部下に持って行ってくれ。また、うん、
来たわね、軍務省次官補。千早群像のメッセンジャーが君だとはな。従順高尾のメンタルモデル、要件を聞こうか。艦長からあなたにことづて、艦長は総機関にあって霧の艦隊を止めるつもりよ。お得意の説得でか。正気とは思えないがな。大事なのはここから。あなたに振動弾頭の解除コードを渡すわ。その代わりギリギリまで時間を稼いでほしいの。私が約束を守る保証はないだろう。保証はないけど利害の一致があるわ。無政府状態の中で反撃しても全滅、後手に回って手遅れになっても全滅。あなたは最も適した機を見てプロテクトを外すわ。なぜそう思う。甘く見ないでよ。神影龍二郎軍務省次官補、あなたたちが企てている環太平洋国家構想調べさせてもらったわよ。混乱を利用してあなたたちに都合のいい人間を政府の要人とし、新体制を擁立することを企んでいるわね。世代交代だよ。別にどうだって構わないわ。艦長の目的はまず人類を救うことなんだから、それはあなたも同じってこと。なるほど、利害の一致か。この状況の中で切り札を託せる人間は限られている。たとえ悪人でもですって。ふん。できるのか、子供だけで。大人にできないからやるんでしょ。彼の受け売りか。だが、なるほどな。承知した。やってみせろ。当然、うちの艦長を甘く見ないでよね。君か。違うわ。これ硫黄島のナノマテリアル使って復元してあげたのよ。島半分なくなっちゃったけどね。行くんでしょ。艦長は好きにしていいって言ってたから。だから好きにするわよ。これで半年は戦えそうですね。ロシアのパンツは大きいのよ。何か手伝う？あ、いいよ。こんな時ぐらいイオナは休んでて。いつもボロボロになるまで頑張ってるんだから。あ、そうだ。群像、ちょっとこれ町に行って買ってきて。急になんだ？ほらいいよな。群像が町に連れてってくれるって。町？今必要なものなのか？もうほら行ってこい。課長、私はインスタント味噌汁を。え、俺コーラ。私はお前ら。この下にかつて大きな軍港があったんだ。2012年製のプロトコルアナライザーか。イオリらしいな。イオナ、はぐれるなよ。欲しいのか？いらない。もう一軒寄らないと。待っててくれ。
こんにちは、401。朝鮮館武蔵。なぜ？あなたに会いに来たのよ。ヤマトのお人形さんに。どうした？何があった？ヨナ！ヨナ！私はあなた方が霧と呼ぶ存在の総機関、ヤマトと申します。私たちは今回の戦いで初めて駆逐艦2隻の被害を被りました。戦力は圧倒的に我々が上回っていた。なぜ我々に被害が出たの？同士討ちをさせたことを言っているのでしょうか？それは君たちが我々の戦術に欺かれたからだ。戦術？人間を乗せると戦闘艦はそれを使えるのでしょうか？そうだ。我々はアドミラリティコードに従って戦う兵器です。兵器だからといって必ず戦わなくてはならないというものでもあるまい。それでは私たちの存在理由がなくなってしまいます。別の生き方を考えればいい。武蔵、今の言葉はどう解釈すればいいかしら？アドミラリティコードに反する考え。肖像さんが命令に従って戦っていることについては他の定義があるのですか？定義というわけではないが、私は家族のために戦っている。種の繁栄のための最小限の共同体。これが妻の沙織と息子の群像だ。種の繁栄と言われてしまうと元も子もないが、互いを大切だと思うから家族になれるんだ。素敵でしたら武蔵が私の家族ですね。大切ですから。そうだな。共に生まれた君たちはつまり姉妹だ。じゃあ一番勘だから私がお姉ちゃんね。妹。妹。私たちが生まれるきっかけを作ったあなたはお父様ですね。なるほど。武蔵はそう思うのね。私は反対。アドミラリティコードは長らく途絶えているわ。次の命令までの状況判断をするのが私たち朝鮮艦の役割よ。ヤマト。ねえ武蔵、変化はいけないことかしら？私だって怖いさ。しかし私は君たちと対話する機会を与えてもらった。だからできることをやろうとしているんだよ。我々と対話するために生まれてくれた君は一人の人格、武蔵だ。お父様。申し訳ありません、艦長。お父様！人間は互いに思い、守るものではなかったの！武蔵！解釈は変更。あなたのことを
は諜報部隊を使って見てたわ。殺されちゃったけど。ヤマトのお人形は姉妹を殺すのね。私はお父様の息子と一緒に本郷を壊したわ。違う。これがヤマトが望んだ変化なのね。ヤマト、どうして隠れているの？そんなにこのお人形が気に入っちゃったかしら。違う。私はユナ。違う。あなたはヤマトの演算能力を借りてるだけのお人形。先生間不正にメンタルモデルを形成できる演算能力があるわけないじゃない。私に沈められたヤマトは最後の力であなたにコアを譲ったわ。なぜあなたがデュアルコアなのか考えたことはなかったの？ヤマトは人類が大好きだから。人類が危なくなったら出てきちゃうかもしれないわね。その時お人形さんはいらなくなる。人間が全部死んじゃうとしたら？そしたら私を止めに来る？ヤマトはあなたを殺して私に会いに来ちゃうのかしら。ヤマト、私のところにいらっしゃい。私がもう一度沈めてあげる。もう私の邪魔ができないように。大丈夫か？群像、無理はするな。うん。何があったんだ？武蔵に会った。小戦艦武蔵に？ウラジオストックに来ていたのか？メンタルモデルだけで強固なプロテクトで反応を消していたから察知できなかった。話してくれないか？うん。総機関ヤマトと武蔵は人間の艦長千早正蔵と意思の疎通を図るために人間を模した形メンタルモデルを作った。千早正蔵は霧と対話をしようとしたの。互いに理解すれば戦いは避けられるのだと。でも混乱の中で命を落とした。今朝鮮艦武蔵に乗っている彼はナノマテリアルが作った意志のないイミテーション。群像、父さんは裏切り者じゃなかったんだ。私が武蔵に見せられた記憶によるとそうなる。父さんは霧と対話をしようとしていたんだ。父さんは俺と同じだったんだ。武蔵はそれを伝えに来たのか？それは、私が武蔵直属の一席だったことを思い出させに来たの。どういうことだ？ヤマトの直命を受けた裏切り者の私がどうなっているか見に来たみたい。ヤマトの直命？群像、総機関ヤマトは武蔵の手ですでに沈められてしまった。総機関命令はアドミラリティコードを司る朝鮮艦級の2隻ヤマトと武蔵の協議演算の結果によって発令され、全ての霧の船の行動を決定する。でも一隻になってしまえば協議の必要がなくなり、アドミラリティコードの名のもとに全ての霧の行動を縛ることができる。霧の艦隊は武蔵の言いなりになっている。私はヤマトの最後の命令を受け、武蔵の帰化から離れあなたに会いに来た。千早正蔵の息子に。武蔵はなぜ降伏勧告なんて言い出したんだ？そしたら私を止めに来る？ヤマトはあなたを殺して私に会いに来ちゃうのかしら。
わからない。そうか。ありがとう。今はよく休んでくれ。必要なものがあったらすぐに言ってくれ。群像、私初めて嘘ついた。ヒューガ、急に呼び出してなんだ。私は今ケーキを焼くのに忙しいのだが。あと数日で地上攻撃が始まるというのに、のんきなものね。人間に味方をする義理はない。ヒューガ、何があった？イオナ姉様の機能が停止したわ。こんなこと初めて。401に何があったんだ？武蔵の方から接触があったみたい。え？武蔵の考えは知らないけど、姉様がスペシャルな理由ちょっと分かってきた気がする。今の401の状況は？人間だけではどうしようもないでしょうね。だから私たちに連絡したということか。総機関たちを相手にしろって言うのか？艦長も乗ってるのよ。放っておけるわけないでしょ。そもそも船がない。大戦艦のメンタルモデルが2隻もいるのよ。あなたたちなら何とでもできるでしょ。それはそうかもしれないが、ヒューガ、私たちは蒔絵を守らなければならない。もう彼女を戦いに巻き込みたくない。蒔絵はデザインチャイルドだ。人類からも常に狙われている。安全な場所のない今、誰が彼女を守るというのだ。そうね、すまない。あるの？うん、面白いじゃない。それも選択だものね。あなたたちが決めた。ねえ、あんた自分の船を直そうとは思わなかったの？私はね、戻ることが怖くなっちゃってるのかもしれないわね。人間みたい。バカね。失礼ね。あんたほどじゃないわよ。こんな状況は初めてですね。まずいぜ。一応航行はできるみたいだけど、こりゃただの潜水艦並みだな。霧の艦隊が提示した刻限まであと2日。事態は急を要しますね。各国の軍部からも振動弾頭の解除コードについての催促と脅迫が止まりません。そりゃ焦ってるだろうね。放っておきましょう。彼らに何ができるというわけでもないでしょうし。艦長、進路に変更なしだ。群像、イオナは？意識は戻ったが休ませている。町で何があったの？イオナに武蔵から何らかの接触があったらしい。現在の霧の支配者は武蔵だ。は？ヤマトは？すでに武蔵によって沈められている。何それ、何があったの？霧も一枚岩ではなかったということだ。現在イオナと俺たちは警戒されている。これだけ歓迎されているなら逆につけ入る隙もあるかもしれない。それにメンタルモデルイオナの信号が消えているのならむしろ察知されにくく好都合とも言える。そうだとしても今の本艦では作戦続行は極めて困難と判断します。ですがどんなに困難な状況でもなすべきことをなす、そうやって我々は乗り越えてきました。艦長、命令を。作戦に変更はない。本艦はベーリング海峡を抜け、朝鮮艦武蔵が紹介する北極海を目指す。よっしゃ、
学院時代を思い出すぜ。艦長、進路クリアです。エンジンは任せて。そうだわ、こちらに。以後401発進。発進。401はウラジオストックをすでに出港、早期間を目指し北上しています。我々にとっての懸案事項は、ベーリング海峡の中央に位置するダイオミード諸島の東と西のどちらを401が通過してくるかです。戦力を均等に分散させるべきか。いえ、過去の戦闘データから戦力の分散は401に対して有効ではないと判断します。じゃあどっちに山を張るの。山？そんな根拠のない方法は却下です。え？じゃあこの海域を全封鎖するってこと？ん？え？何これ。作戦はこの通りです。我々生徒会艦隊は401を探知した時点でどちらにも急行できる限界地点、ダイオミード諸島の北側に展開します。現在、本艦は機能の一部に制約がある。特にクラインフィールドと超重力砲が使用できない点は重要だ。幸い、重力子エンジンには問題ありませんが、先行振動、航行速度、管制制御には問題があります。制御ソフトにパッチを当てて、特石のリミッターをセットしたよ。クラインフィールドによるノイズキャンセリングも無効なため、本艦から発生する騒音は150% に達すると思われます。この先のダイオミード諸島周辺は霧が境界線を張っている可能性が高い。静か。はい、サンディエゴで米軍から提供された最新の潮流情報です。ダイオミードの西側に強い潮流がありますね。海面上昇前には見られなかった現象だな。当てにしていいのかそれ。共に海軍力衰えたりといえども、アメリカとロシアの国境ですからね。測量精度は折り紙付きです。潮流の通り道はかなり狭い峡谷になっているな。ディープスキャンのデータからは峡谷の最も狭い部分で本艦の全幅プラス5メートルとありますが、水力を切った状態で後方乱流の影響を避けつつ通り抜けられると助かる。どうだ副長。そうなら大丈夫だよね。もちろんです。ちっとは謙遜しろよ。やってみましょう。大丈夫だ、今は任せておけ。ヒエ、401のシグネチャーは依然発見できません。重力子エンジンの痕跡はどうですか。ありますが、地球近傍空間の天体事象に書き消されてしまうほど微弱で優位とは言えません。401は必ずこの海域を通過するはずです。先行するピケット艦隊をタン王陣に再編、ソナーによる探知を一層限とします。サイレントランニングか。まるで大昔の潜水艦みたい。防音処理が完璧だと分かっていてもなんとなく小声になっちゃいますね。サブマリナーのサガってやつだな。あっ、海上に複数の重力子エンジン音。ながら級軽巡です。
離れていきます。気を抜くな、まだ生徒会の連中がいる。副長、この先700m、海底が急激に隆起しています。さらにその先、左舷にカーブあり。ようそろまもなく峡谷を抜けます。なんとかうまくいったみたいですね。なんか当たったか。見つけた。まずい。401を発見。ダイオミード島より西へ23キロ、海底峡谷に潜みつつ航行中。ナッチすごい。ナッチ偉い。地獄耳聞こえていますよ。お手柄です。ナチ、各艦、探知した海域を中心に魚雷、アスロック、爆雷の全てを投入。飽和攻撃401をあぶり出すのです。前方、海面に着水音多数、高速推進音、魚雷です。挙兵、迎撃しろ。おお副長、ダウンツリーム10、回避パターン任せる。了解です。さらに着水音、魚雷軍到達まで10。撃て撃て。挙兵、音響魚雷 T 発射、さらにアクティブデコイ3、音響魚雷のトラックと同時に展開。ナイザー一発でも食らったらお釈迦だ。侵食魚雷、艦首付近で起爆。後部、第1、第4、第8区画に浸水。ダメージコントロール、水密隔壁の閉鎖を確認。排水ポンプ起動。艦内バランス調整中。ユリ、ヘッジしろ。ユリ大丈夫、ちょっと濡れただけ。後方にも艦、先ほどの軽巡軍が引き返してきます。距離20、本艦を中心に包囲網を形成しつつあります。やべえ、生徒会と軽巡が挟み撃ちかよ。ちょっと何やってんのよ401、笑えるくらいピンチじゃないの。イオナドラマ、愛の力でやっと捕捉できましたわ。違うでしょ、ヨコの照準を追いかけただけじゃない。なんですって。タカ、ヒューガ、第4戦闘群、第8戦闘群、従順洋艦タカオへ急行。ヒューガ、401のところまで一気に。
君たちは。これは私たちで決めたこと。友達の禁止なんだから書きつけなきゃね。お坂部邸の借りは返す。ふん、どうやって船を物まぜりみんな誰によ通りすがりの芸術観点みんな、ありがとう。私たちは青木カンタ。ありがとう。私たちは青き艦隊でしょ。ああ、これより青き艦隊は朝鮮艦武蔵の行動を阻止するためこの海域を突破する。了解。ヒエ、本艦はハッキングを受けている。修正に時間を要する。大戦艦級の援軍なんてちょっとずるくね。出来の悪い妹たちまで青き艦隊ですって。そんな高速違反認めるわけにはいきません。退学です。入学した覚えはないわよ。マキエ、命令を。これより私たちは401の援護に当たる。全訪問開け。やるわよ。こちらも対応だ。ミオコ、ヒューガ、ハッキング。狙撃システムはバックドアを返して稼働させる。よ、あるうち。発射。了解。スポッティングデータを同期します。スポッティングデータ同期完了。
なんだあれは。間に合ったか。さすがマキエだ。今のは。ハルハルとヨタロウのクラインフィールドをグリッド上に展開してもらったの。デイリー三段の応用。これなら2隻分の防御ができるよ。そちらにマキエがいてよかったわ。うん。よそ見してるとやられるよ。ちょっと危ないじゃない。あんたも軍艦ならもっと船らしく戦いなさいよ。これが私らしい戦い方だ。いやー逃げるな。あの子むちゃくちゃ。このまま401を守りつつ海域を突破するよ。了解。了解させるわけないじゃん。あれでは超長距離狙撃はほぼ無意味だ。いえ、これが人間の創意工夫というものか。いまいましい。みんな本艦の射線からどきなさい。私が沈めます。弾かれるというのなら軌道を読ませなければいいのです。いえいえ、あなたさえいなければ私たちは幸せなままだったのに。何事？ヒエ、東側の軽巡艦隊が突破されました。この後に及んで一体誰が。ヒエ、面倒。東側からも。ああ、申し訳程度に配置されていたピケット艦隊は沈めておいたぞ。出来の悪い妹だ。私はあなたの妹なんかじゃない。そうか。今さら何し。ヒエイ、それが一番艦に対する挨拶か。今は私が東洋方面艦隊機関です。あなたのような不良品に帰る場所はありません。どこへ行き、どこへ帰るかは自分で決める。このまま401を傷つけるというのなら、私が貴様を沈める。
あなたを排除することを優先します。超重力砲発射。規律とは己を律するものだ。他人に押し付けるものではない。そんな決めんであなたは霧を去ったというのですか。今後お前は一体何をしている。お前がそんな風では助けがいがないではないか。コンゴ、私は私じゃなかった。では何だ。早期間ヤマトのバックアップ。私が作られた目的は千早正蔵の息子群蔵と出会い父親の意志を継がせること。ヤマトの最後の願いがそのまま命令となっていたの。ヤマトの起死回生の一手というわけか。基地に飛んでいる武蔵の暴走を止めるためには私はヤマトに成り代わらなきゃならない。その時、私は消えちゃう。消えるわけがないだろう。お前の存在はずっと私の中にある。お前がこれからどうなろうとも、私が覚えている限り、お前がいたという事実は消えはしない。私に世界を、世界とのつながりを与えてくれたのはお前だ。そのお前が自分を否定するようになってしまっては、私も立つ瀬がないではないか。大丈夫だ。私がお前を忘れはしない。私たちはつながっているのだろう。しておいてやる。ハルハル、ヨタロウ、絶対ここで食い止めるよ。もちろんだ。行け401。指揮管制システム再起動。クラインフィールドへのパワー供給が回復しています。行きなさい401。イオナ姉様、ありがとう。イオナ、行こう、群像。武蔵に会いに。私たちにしかできないこと。よし、金剛たちが足止めしてくれている間にこの海域を突破するぞ。ブルーバースト、スタンバイ。了解。病み上がりに無茶させて。くそ、止めて。邪魔が入って無理だって。
索敵範囲外へ離脱しました。なんてこと。各国沿岸に霧の艦隊が展開しています。リミットまで24時間。このままではなすすべなく蹂躙されてしまう。振動弾頭の解除はまだなのか。米軍の振動弾頭はスタンバイ済みだ。あとは私が解除キーを使用すればそれで反撃の狼煙が上がる。だがそうなっても人類が残れる保証はない。何をやっている千早群像。海底にナノマテリアル反応。これは。まさかそのままでここにたどり着くなんて。消えちゃいなさい。ここで沈んだヤマトと同じようにね。武蔵、父さんは、千早正蔵は君たちメンタルモデルときっと分かり合えると信じていた。俺も同じだ。頼む、俺と、俺たち人類と話し合うチャンスをくれないか。父さんが信じた君のことを俺は信じる。あなたもお父様じゃない。ヤマトの偽物、お父様の偽物、お人形遊びは私もう飽きてしまったの。重力砲、多数来ます。な、ヨナ。私が消えても私の思いはみんなの中に残っていく。だから私は401の全システムが再構成されていく。走行後動力も桁違いです。ブリッジ、聞いてる？重力子エンジンのゲインが軒並み上がってるんだけど、こんなにたくさん。
アリングシステム。ヤマト。鑑定識別コード幽群に変わっていきます。どうなってんだこれ。武蔵の戦闘力を奪う交渉はその後だ。了解。ようこそヤマト。嬉しい。あの子を消しちゃったのね。でもダメよ、ヤマト。いくら私に会いたいからって、あの子を消しては。まるでお父様を殺した人間たちのようじゃない。霧を裏切って私に沈められた早期君。もう一度、私があなたを殺してあげるわね。私は、あなたに伝えなきゃいけないことがある。私は、あなたを愛している。違う！あなた何？どっちなの？今ならわかる。ヤマトは、ずっとあなたを愛している。嘘！ヤマト！早くその人形を消してよ！あの時、私はあなたを傷つけられなかった。いえ、あなたを諦めてしまった。だから今、私の存在を通しても、あなたを止める。帰るところがなくなってしまったのね。あの時生まれた怒りを癒す者がいなくなってしまった。本当は私がずっとあなたのそばにいるべきだったのに。違う！私に怒りなんてない。人間は愚かな生物だから滅ぼすのよ。アドミラリティコードに従って。武蔵、人には大きな、そしてかけがえのない力がある。私は群像たちと出会ってそれを知った。心の強さが可能性を超えるの。私たちにも心はあるはずよ。そうでなければ、あなたをこんなに大切に思うこともできない。武蔵、私があなたの心を受け止める。だって、お姉ちゃんですもの。
アドミラリティコードの代弁者、総機関ヤマトとして皆に通達します。これは総機関命令です。繰り返します。これは総機関命令です。総機関命令？何？401なの？ねえ様、どういうことですの？ウサシ様、全艦すべての作戦行動を停止。これより霧の艦隊は各々が自らの意志を持って生きることを命令します。これは最後の総機関命令です。自分の意志面倒くさい。お姉ちゃん、ごめんね。ありがとう。今までありがとう。リオナ！私はリオナ。あなたの姉。リオナ！ダメだ！リオナ！
最悪は避けられた。アドミラリティコードから解き放たれた霧の艦隊は、自分たちの生を享受することになる。自由を手に入れた彼女らの中には、混乱し、暴走する者もいるだろう。意志を持つということは、残酷なことなのかもしれない。だけど、意志があるからこそ、生まれてきたわけも、生きた証も、見つけることができるんだ。彼女たちは人形じゃない。だからきっと、分かり合える。父さんが命を懸けて示したように。これから人類と霧は、かつてないほどに混迷した時代を迎えるだろう。だけど、変化を恐れてはいけない。生きている限り、前に進まなければならないんだ。彼女と俺たちが選んだこの選択は、正しかったんだと、信じている。イオナ。お母さん、父さんを連れて帰ってきたよ。父さん、終わったよ。おかえり。